工業株式会社は日本の映画工業会社である。しばしば、旗工業、あるいは旗工業と表記される。1928年1月に創業、第二次世界大戦の開始する1941年末までに、東京府東京市内、及び神奈川県横浜市、千葉県市川市に合計10館の映画館を保有する。多くは戦災によってない閉館を余儀なく、 かつては池袋の旗スポーツプラザをはじめ、ボーリング事業を中心とした総合レジャー産業に進出したが、2011年以降では、経営する映画館はシネスイッチ銀座一点に、ボーリング場は元ヤワタ旗ボールのみの事業に集中している。本社所在地は東京都中央区銀座4丁目、1928年1月創業した。 東京府南葛飾郡小松川町大和平井975番地に開館した平井館が記録に残る最初の同社の映画館である。1933年前後には東京市品川区五反田一丁目に五反田劇場を開館している。その後、既存館の買収を行い、第二次世界大戦の開始する1941年末までに東京府東京市内及び 神奈川県横浜市、千葉県市川市に合計10の映画館を保有する。前述の2館のほか豊島区に池袋日照映画館、江戸川区に小松川電機館、小岩松畜館、上東区に三考館、亀戸昭和館、亀戸映画劇場、神奈川県横浜市中区に中島常設館、千葉県市川市に市川映画館である。多くが、 東東京に位置し、東京大空襲の被害は甚大であり、多くは閉館を余儀なくされた。戦後は、1946年10月に日照映画劇場、1947年7月に五反田劇場をそれぞれ復興し、1949年12月には市川映画館を元ヤー駅前に移転して、ヤワタ映画劇場として復興。 1950年までには、小岩映画劇場を復興している。1951年12月には、日照映画劇場の地下に、日照地下劇場。1953年1月には、ヤワタ映画劇場の敷地内に隣接して、ヤワタ文化劇場をそれぞれ開館した。1955年には、東京都中央区銀座4丁目4番に、銀座ビルを竣工 同年9月15日にはそれを管理する銀座、ビル株式会社を設立、同年11月21日には、同ビル地下に銀座文化劇場を開館している。1964年には、亀戸町3丁目256番地に建物を新築、1階に亀戸日活劇場、2階に亀戸スカラ座を開館した。1963年12月には、 東京都板橋区南町22番地に、旗スポーツプラザを開館、ボーリング事業を中心とした総合レジャー産業に進出した。1970年には、埼玉県大宮市に、大宮旗プラザを開館、同年、八幡映画劇場跡地に、八幡旗ビルを竣工、同ビル内に新たに映画館4館を開館すると、共に元八幡旗ボールを開業した。 1987年12月19日、当時、銀座文化一としていた銀座ビル地下の劇場を、ヘラルドエースとフジテレビジョンとの共同出資で、シネスイッチ銀座としてリニューアルした。1997年4月には、シネスイッチ銀座を、シネスイッチ銀座一、銀座文化劇場を、シネスイッチ銀座二として、再びリニューアルした。それと共に既存映画館の整理に入り、 1995年には、東池袋の池袋スカラ座、池袋日照映画劇場、池袋日照地下劇場、池袋日照文化劇場を閉館。2001年9月30日には、八万シネマ一点に、同年10月21日には、八幡文化劇場、八幡スカラ座を閉館した。2005年3月には、当時の同社社長、 交代の個人的なルネラリックのコレクションを公開する施設美術館として、神奈川県足柄下郡箱根町、戦国玄に箱根ラリック美術館を開館している。同館の事業会社はルミューゼハタ。池袋スカラザ、池袋日照映画劇場の跡地に、2007年、同社市会社の保全が、保全池袋ビルを竣工ラビー1池袋が入居して、 同年7月13日に開店した。2006年6月18日、大宮旗プラザを閉館、跡地には超高層マンション、グランドミッドタワーズ大宮が建設され、2014年4月に、竣工している。2011年4月10日、旗スポーツプラザを閉館し、テナントビルにシフトした。2010年3月、商用が代表取締役に就任。 前社長の交代は取締役会長に就任した。ありがとうございます。